こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スター・ウォーズ・ポケット始めていきましょう。型のマレーの続きですね。ベストバ体重は500キロです。はい、ではですね、戻しましょう。今3月の4週です。ちょっとドバイは間に合わない。天皇賞は距離が長い。難しいとこですね。そうかしら。いい感じだわ。何かよ。しかし相変わらず馬体が大きい。何？気合十分ね。うん。嬉しそうね。何かよ。ストライドソード双方だから比較的距離が長いですね。あ、大阪杯あるやん。大阪杯行きましょう。なんかメンバーがすごいな。戸崎さんで行きます。今週はレースがあるわね。今504キロですが、一絞りって出てますね。これでどうだ。おっと、502キロか。大根使いましょう。これでベスト体重になりました。レース。お、1.4 倍、一番人気。大側って向いてたっけな、この馬。グリグリですね。絆が2番人気。ロゴタイプとかいろいろいますね。スピルバーグとか。はい、というわけで大阪杯破走です。桜も見頃の仁川で行われる春の中距離王決定戦であります。大阪杯まもなくスタートです。ゲートが開いた。スタートまたあまり良くなかった。スタートを鍛えないといけないかもしれないですね。このゲームの面白いのは比較的能力って天性なもので、与えられるとしても1レベルまでしか上げられないというところですよね。結構縦長ですね。あと雨ってことは大馬場だろうから、ここで前が止まらないか。絆最高峰か。この辺りちょっと離れている1番ラキシス、そしてその後ろからスピルバーグ、エアソミュールが並んでいっています。テンションそんな速くないっていうか遅いな。前止まらないんじゃないのこれ。その後ろ、それからもう1頭9番デンソウルと8番キングズ・オブ・ザ・サン、3番黒い馬体絆、逆に下がっていってるよ。ちょっとやばいな。その後ろでやりましょうか。ロゴタイプ枠6番片尾マレー上がってきました。さあいいスピードだ。外からもう絆が来ている。どうだ、絆もいいスピードだが、勝ちましたね。ラキシスか2着は。旧車レベル上がりましたね。1着6番、2着1番、3着3番以上のように確定しました。まあ一瞬下がりかけた時はどうなるかと思ったんですが、結果的には鋭くしぶとく抜け出しての勝利ですね。とチップの方おすすめか。まあ温泉でしょうね、普通に。いい感じだわ。メロンか。放牧。何か用？ベスト体重502キロですね。これで大阪杯勝つことができました。次はどうしようかな。あと1000万超えましたね。これで、殿堂入りの馬の資格も手に入れました。ショートケーキたくさんいただいちゃった。電動馬見てみましょう。さあエントリーされてますね、片尾トルコライスが。馬用増パック販売中ですか。一番人気だわ。ただいまより14万6000。さあ決着の時、この最終戦で雌雄が決します。栄冠をつかむのは果たしてドローンまでやりましょうか。ささあ飛び出した12頭、まずヤングマン先頭独走になっている。依然先頭ヤングマン、ちょっと逃げ方ですね。は逃げ切ってしまうのか。2番手に外からはフラリーマジックヤングマンが抜け出した。強いのかこのヤングマンって。あ、一気捕まえに来た。お逃げみたいだよな。いい動きしてない。さあどうだ、第5のワイド。すごいな。まだ結果は出てないみたいですが、決勝戦には乗れなかったみたいですね。トルコらしさ5番目です。娘のマレーにも頑張ってほしいですね。馬券？勝ち負けじゃなくて夢を買うと思えばいいんじゃないかしら。はい。というわけで、今回大阪杯、お届けしました。見事に片尾マレー勝ってくれましたね。次は宝塚記念。いやもうちょっと早いかな。ビクトリアマイルはちょっと距離が短いし、安田記念なんかも同様ですね。帝王賞には出せるが、これ行ったらもう宝塚行っちゃってもいいんじゃないかな。もしくは WBC 初チャレンジという手もありますね。ひとまず考えて、次を臨みたいと思います。応援よろしくお願いします。ぜひぜひチャンネル登録、高評価、ご協力お願いします。特にチャンネル登録していただければ非常に嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。